皆さんこんにちは、スマシ TV です。4月1日アイドルグループセクシーゾーンが公式 YouTube チャンネルなどの生配信でグループ名の変更を発表し話題となっています。それぞれのメンバーから改名などへの思いが話され、松島聡さんがボードに新グループ名タイムレスを記入しました。菊池風磨さんはマリウスが卒業のタイミングで5人で作ったタイムレスという曲がありまして、新グループ名みんなで考えたものがいいなと思って、みんなの思いは乗せたいよねってことでと明かし、セクシーゾーンの歴史だったりとか夢だったりとか思いを継承していきたいと思いまして、本来 SS のところを SZ としています。誰も置いていかない答えが詰まっていますと由来を説明しました。佐藤勝利さんも残せてよかったと喜び、松島さんも大事にしてきたものがここに詰め込めたと笑みを浮かべたようです。しかしながらこの発表に SNS では絶妙にダサい、タイムレスっていうグループ名かっこよくねって感性が、公募で決まったグループ名なのか本人たちが話し合って決めたグループ名なのか、名前の方がもうやってるんだよな、タイムレスはいい曲だけど抜けるメンバーを送り出す最後の曲カップリングに収録とか、そんなマニアックなネタ引っ張られても一般認知につながらんだろうと厳しい声が寄せられています。また配信では新メンバーオーディションについても発表されました。数は未定で5月に詳細発表と募集が予定されています。1962年に創業した旧ジャニーズ事務所時代も含めて、すでにデビューしているグループが新メンバーを募集するのは前代未聞の試みです。主力メンバーだった中島さんが抜けたことで今後のグループ活動に不安を感じたことも大きかったのでは。もともと5人でスタートしたグループですが、3人になったことでよりグループとして活動したいという思いが強くなったからではないでしょうかと芸能記者は語っています。10年以上続くグループの新メンバーとはなかなかハードルが高そうに思えますね。菊池さんは新メンバー加入について、グループの形が変わるっていうこの機会に今後グループ活動をどうしようかと話し合っておりまして、その中で今までセクシーゾーンを応援してきてくださった方々とこれまで以上の景色を見たいと強く思った上でこのような決断に至りましたと説明。そして18歳から30歳の芸能事務所に所属していない男性が対象で、旧ジャニーズジュニアの応募も可能だと明かされました。しかし一般人でも応募ができるという条件に対し、ファンの間では急にやってきた一般人がメンバーになり下積みもせずにデビューするって意味がわからない、いきなりデビュー組に入って活動するとか今のジュニアがかわいそうなどと拒否反応が続出することに。特にセクシーゾーンは新グループ名に5人時代の思いを込めていただけに、外部の人間を入れることが受け入れられないと感じるファンも多いようです。その後菊池さんは自身のインスタグラムストーリーズにて、ファンの3人しか応援できないという声に対し、そのお気持ちになるのも正直普通だと思います。ただオーディション番組としてドキュメンタリーで追うことによって彼らの志と思いが伝わればと思います。そんな志と思いを強く持った仲間を探しています。認めてもらうことは甘くないことは100も承知で、認めてもらう努力を私もしていきますと綴っていました。このようにタイムレスの一般人応募が SNS にて批判が殺到していました。それが一体なぜなのか詳しくまとめていきたいと思います。タイムレスの新メンバー募集に関して一般人応募が否定される理由の一つ目としては、セクシーゾーン時代から活動している3人とのキャリアの長さが違いすぎることが挙げられます。セクシーゾーンの CD デビューは2011年11月、菊池さんは2008年4月から、佐藤さんは2010年10月、松島さんは2011年2月からジャニーズ事務所に入所しジャニーズジュニアとして活動してきました。一番長い菊池さんで15年、一番短い松島さんでも13年のキャリアがあります。ここに
いきなり芸能活動をしたことのない一般人が入るのは、テレビやラジオ出演でのトーク、ライブ、スタッフとの関係性、ダンスや歌のスキル、そして何よりこれまでメンバーの卒業や活動休止、さまざまな困難を乗り越えてきた3人の絆の深さから考えて、それに見合う応募者を探すのは極めて難しいのではないかと思われます。タイムレスの新メンバー募集に関して、一般人応募が否定される理由の2つ目としては、下積みとして頑張っているジュニアに失礼すぎるという声が上がっています。これまでスマイルアップ、旧ジャニーズ事務所では、ジャニーズジュニアとして下積みを経てからデビューすることが通例でした。事務所入所からグループとしてデビューするまで最短でも3ヶ月かかっており、一般人からいきなりデビューした前例はありません。最低でも2-3年、一番下積みの長かったなにわ男子の藤原丈一郎さんに至っては17年8ヶ月の下積みを経てデビューしています。またスマイルアップではジュニアが先輩グループのバックダンサーとしてテレビ番組やコンサートなどに参加したり、ジャニーズカウントダウンに出演するなど、ジュニアとして活動する中で先輩との関係性も深めていきます。ジャニーズ以外のボーイズグループであれば、一般人から新メンバー加入オーディションをすることがあり、過去にはEXILEの TAKAHIRO さんは美容師をしながら一般人としてオーディションに応募し、見事EXILEとしてデビューし、 TAKAHIRO さんが起爆剤となってEXILE人気が加速したということもありました。しかしジャニーズを応援している人の多くは、一般人からいきなりグループに加入することには賛成しないと思います。そんな中、もしタイムレスに新メンバーを追加するなら中村嶺亜さんくらいしか受け付けないという声もちらほらありました。中村さんはジュニア内のユニットセブンメンサムライに所属しており、セクシーゾーンの初期の楽曲からバックダンサーを務めています。入所は2009年で、菊池さんの翌年には入所しており、1997年4月2日生まれの27歳とセクシーゾーンと同世代です。中村さんは下積みも長く、ビジュアルも正統派のイケメンで、タイムレスに入っても違和感のない雰囲気です。菊池さんは4月1日の改名に関する配信で、オーディションは番組にしたいと思っていると話していました。オーディション番組にするということは、応募者の発表からオーディションの風景などが視聴者も見れるということになりますが、肝心のメンバーを選ぶのは誰が行うのでしょうか。タイムレス現メンバーの3人で選ぶのか、はたまた一般公募するか。世間の声としては、3人が納得するメンバーを選んでほしいという声と、ファンも投票できるようにしてほしいという声に分かれているようです。まだオーディションは行われていませんが、これだけのリスクがある中、もしかするとすでに新メンバーは決まっている可能性もあるかもしれませんね。事務所のグループを長年応援してきたファンとしては、ジュニアでの下積みを経てデビューという流れは変えてほしくないと思う方も多いのかもしれません。これからこのオーディションはどうなっていくのでしょうか。今後の動向に注目が集まります。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。